ェイイェイイェイイェイおこんばんは、あら今日たっぽいふふこんばんは、皆さんこんばんは、集まる、いやピアノ配信、ピアノ配信出ちゃった、はい、どんこんばんは、集まる集まる集まる、こんばんは、ふふー。さあというわけでもう今日寒いですので、もう元気にピアノ弾いていきたいと思います。よろしくお願いします。よし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 おばちゃん関節が痛くてね、本当にねではでは参りましょう。助けてた、今日はもう暑いじゃない、寒いではでは参りましょう、せーの、変なとこに入っちゃいました。どうなー、どうしたな、どうしか、お寒い寒いかね、おわしも寒いですがね、みんな寒いだね、若い子も寒いだよ。
からやってやるぜしょうがないからポニーテールとシュシュにしてやるぜ。ポニーテールとシュシュにしてやったぜ。ワールドだろ。落ちた。
頭をフリ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 頭をフリフリフリがついた、フリがフレンキゲットねねねねねね、私の本気を見せてやる。
愛しゅうどれな。Thank you.
嫌でございます。ポイントピアノ弾きのまなまること長藤まなどっす。よろしくお願いします。あのそうどこの人、長野長野の人です。すいません、長野はですあんま方言がないのでね。さあというわけで皆様ね、あのリクエストもたくさんいただいております。あの基本的に皆様のリクエストにミミコピ即興で答えさせていただいております。初めてね、初めて来てくださる方もね、ぜひぜひ遠慮なく、リクエストしていただければと思います。長野弁で言ってみようか。丸川ふくろがちゃんぽんいとピアノ弾きのまなまること長藤まなだ。よろしくお願いしますだ。とりあえずだつければいいと思ってる。京都弁やばいやばい、京都の人に言われちまった。さあというわけで、ではでは皆様、後半戦もね、あのちょっと9時までしかピアノが行けないので、9時までのピアノ配信になりますが、これから先もあの皆様のリクエストにバンバン答えていきたいと思いますので、よろしくお願いしますの前に、クラシックをねちょっと一旦聴いていただいてから後半戦に参りたいと思います。ちょっとね前半がね、ドヨンと終わったのでね。いい加減じゃ、だって私お父さんが愛知、お母さんが岐阜なんだもん、長野の人じゃないんだもん。さあというわけで、じゃあ元気にちょっと行きたいと思います。品を作って、アントニオ元気ですえ、ネスラホンしないから、カボサハムリだ、どこの人ですか。さあでは元気に参りましょう。というわけで今日の途中のクラシックはドゥ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 ン、キラキラ星演奏曲でいきたいと思います。久しぶりにちょっと弾くけど弾けるかな。じゃあキラキラヒカでコップンカー、どこの人やねん、いきたいと思います。え
Thank you.
はい、というわけで、やばい、途中で左手絡まる事故が起きてしまった。はい、モーツァルト作曲ですね。モルツァルト モルツァルト作曲のキラキラ星作曲でした。ありがとうございます。久しぶりに見たらもうキラキラ光る、そうよ、キラキラ光るのキラキラ星でした。たくさんありがとうございます。マチさんありがとうございます。まあ、こんな感じでね、やばい、久しぶりに弾くと体力持ってかれますね。さあ、ではでは後半戦も参りましょう。クラシックはもう一曲最後に弾かせていただきます。というわけで、これはクラシックですけどね。酒が飲みだよな。違います。あ、モルツってそういうことか。
なんか光るならなんだよね。それあの光るならでいいんですかね。
ありがとうございます。あの基本的にね、本当にたくさんリクエストいただくんですけれどもね、できるだけたくさんの方の、いろんなジャンルの、リクエストに応えできればなと思っておりますので、ぜひぜひいつも来てくださる方も、そして初めて来てくださった方もね、遠慮なくまたリクエストしていただければと思います。毎日20時から21時がピアノ配信の時間になりますので、ぜひぜひお楽しみくださいませ。というわけで今日の時間はあと残り7分6分ですね。では最後に、クラシックの演奏をして今日も終わりとさせていただきたいと思います。よいしょ、何ですと。よし、ではちょっと落ち着いてね、落ち着いていきますね。では今日の最後の曲は、じゃあリクエストもいただいておりましたのでね、ノクターンでいきたいと思います。あ、丸川はくらがチャームポイント、ピアノ行きのモノマネこと長藤まなです。8分はないよ、私も時計は読めるわ。では、ノクターンの作品9の2でいきたいと思います。Thank you.
ありがとうございました。ありがとうございました。今日私おじゃる丸のね、小鬼さんの真似をしました今。というわけで今日もたくさんありがとうございました。いや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 。はい、というわけでね、ピアノ配信毎日ね10時から21時までしかピアノがね弾けないお部屋なのでね、このままの時間になりますけれども、今日もたくさんありがとうございます。はい、まるかふくらがチャームポイント、ピアノ弾きのまのまること長藤真奈です。よろしくお願いします。はい、毎日20時からね、21時、あ、やっぱ今日ツイッターやるの忘れたわ。いいさ、気温上昇がよろしくなった気がする。そうね、多少薄くなってきてます。電池が替え時ですね。電池替え時です。はい、というわけでね、明日も20時から21時で、の配信いたします。本当に何だろう、ショールームを通してこうピアノをね弾かせていただいて、まあ何というか、まあ本当にピアノっていうものがね、まあ本当に世の中なかなかこうピアノって台頭する世の中ではないんですけれどもね、なんかこれをきっかけに、おお、なんか面白いなーって思ってくれる方がねいればなと思っておりまして、CD もね再販が今しておりまして、はい、久しぶり、白服、あ、ごめん、これちょっとね緑なんだ実は。よじ切ればいいのに、それは困るね、それは困るね、私腹時計で測らないといけないね。はい、というわけで、CD もね今絶賛発売中ということでございます。まあ昔とね今とこれからの私もこう、あ、これは私です、はい、これは私です、はい。いいじゃん、再犯犯してないわ何も。別人じゃないよ、ちゃんと本人だよ。いいじゃん。そうね、もう本当に今の私がねこうやって伝えられる全ての力をね込めて作らせていただいてます。でやっぱりたくさんの方にやっぱり聞いていただくためにやっぱり私も作ったので、私自身の記念品とか、いつもお世話になってる皆さんへっていう、お世話になってる皆さんへの感謝を込めてっていうのももちろんそうなんですけど、やっぱりこう新しくこう聞いていただきたいっていう気持ちを込めて、新しくね聞いてくださる方にもこう広めていきたいっていう、気持ちもやっぱり込めて今回作らせていただいたので、まあ、できるだけをたくさんの方に届けていきたいなと。あ、クラウドが違う、嘘でしょ。ちなみにアバターはちょっと時期がわからないんですけど、このアバターの配布も今回 CD の再販に伴って5月の31日ま、5月31日ないか。5月30日まで、あれ？2、4、あ、
そうだよね。あるのか、31日までかに購入していただいた方の分まであのアバターがつくことになったので、多分期限とかいつ配布のタイミングになるかちょっとまだ多分わかんないんですけど、多分先になると思いますけど、 CD は2000円です。はい、2000プラス税です。はい、でこちらのバナーからも買えますし、はい、まあ本当にあのたくさんの方にこうピアノの、いやなんか本当にこの CD に関しては普通のクラシックの CD、31日があるか分かんない、そう31日ね。そう、普通のクラシックの CD っていうのはもちろん考えたんですけど、まあ本当にあのみんなが知ってるような曲の方が面白いかなと思って、単純にね。そう思ったので、あのでも聴いていただければ、あピアノ一本でここまでできるんだなっていうのが少しなんか面白いなと思ってもらえるような内容にもなっているので、はい、ぜひぜひまたね手に取って、そして広めていっていただければと思います。あ、そう、西向く侍を考えてたの、ずっと西向く侍ってどっちがどっちだっけなと思って、12月までいかないと私分かんないでね。まあそんなこんなでピアノ配信もね、また明日20時から21時でも行いますので、ぜひぜひまた来ていただければと思います。何曲入り？あ、北極も入ってるよ。え？全6曲入りです。ここの支援ゲージのところに全部あの曲名なりなんなり入れさせていただいてるので、はい、そういった時点で確かにウルードシアン、確かにえ。さあ、というわけで明日も20時からで、ね、21時間ピアノ配信の時間になりますので、ぜひぜひまた聞いていただければと思います。え、あ、北極ね、あ、なんだっけ、何ラーメンだっけ。あれ、あそこですよね。まあ、なんか口の中辛くなってきた。口の中辛くなってきた。蒙古タンメンだ、蒙古タンメン、ね、見えない絵が入ってる。いや、見える絵も入ってる、たくさん。そう、通勤にちょうど1時間、そう、私も30分のね、通勤時間30分、あ、そう、30分の、CD なんで30分の通勤時間で聴けます。あ、仲本か違ったわ。話題は6月前です。あ、本当に6月だって、本人が知らないっていうね。8時から9時までと言わなかったか。え、別にいいじゃん。PM8 時から9時までだよ。いいの。以上、20分だと余るね。そうだね。で、最後の曲は帰りに回して。1曲5分ぐらいね。そうです。はい。まあでも本当に、冗談抜きで、やっぱりたくさんの人に聞いてほしいと思って。いうので、冗談抜きで買ってください。モコタンメン中本だから合ってる？合ってんのか。そっか。そう、でもたくさんの人にね聞いてほしいので買ってください。そしていいなと思ったら広めてください。よろしくお願いいたします。さあ、ではでは、皆様のリクエストにお答えするこのピアノ配信、明日も20時から21時で行いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。さあ、というわけで今日のピアノ配信はこれで終了となりますので、次枠は22時からね、すっぴんお風呂タイムじゃないわ。すっぴんお話タイムにねなりますので、よろしくお願いします。何かご質問等々ありましたら、そちらでよろしくお願いします。以上。さあ、というわけで、ではではお風呂に入っていきますので、またの方はまた後ので、そしてまた明日の方はまた明日も同じスケジュールになります。 Twitter の方を確認していただければスケジュールも載ってますので、よろしくお願いいたします。お風呂配信はしません。ではでは、カウントダウン、10 9 8 7 6 5 4 3 5、なかったね今ね。2 1 0。というわけで、また明日の方、また明日の地方の方の地方